皆さんこんにちは、みずきです。今回は毎日歌の練習をしたらダメな理由というのを紹介していこうと思います。私たち日本人はどうしても継続は力なりとか、石の上にも3年とか皆勤賞とか、1日も休まないで毎日コツコツと努力していくことが素晴らしいという美徳にとらわれすぎています。しかしこと歌に関して言えば、毎日練習することがそのまま上達への近道とは限らないんですね。今回はそんな毎日練習をしたらダメな理由トップ3を発表していきます。動画の最後には、練習しない代わりにじゃあどんなことをやったらいいのか、そんなお話もさせていただけたらと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。毎日歌の練習をしたらダメな理由3位、ただ歌っているだけだから。歌はピアノとかスポーツに比べて反復練習の量がそのまま上達に比例するというわけではありません。例えばピアノだったら同じフレーズを何度も何度も弾いたり、あるいは空手だったらこう素振りを繰り返したり、でマラソンだったら毎日毎日走ることによって走る距離とかスピードというのは自然に伸びていくと思うんですが、こと歌に関して言えば、ただ漠然と歌い続けていても上達をするというわけではないんですね。では歌だけなぜ毎日練習をすることが上達につながらないのか、その理由が第2位につながっていきます。毎日歌の練習をしてはいけない理由第2位、スランプに陥りやすい。例えば歌の練習をしている時に、じゃあ後頭部のこの後ろ側を開ける感覚を練習しようと思った時に、それを毎日毎日はぁ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 ってことをずっとやっていると、自分で後ろを開けているつもりの練習をしていても、それが全然後ろが開いていない、なのにそれを何度も何度も繰り返してしまうことによって変な癖がついてしまい、それがスランプにつながったりします。あとは同じ歌を毎日歌っていると、その歌に対しての感動というものがなくなってしまうんですね。そうすると、なんで自分はこの歌を歌いたかったんだろう、この歌の素晴らしいところはどんなところだろう、この歌の一番伝えたいところはどんなところなんだろう、そういうことが全然わからなくなってしまうんです。毎日歌の練習をしたらダメな理由第1位、声帯が回復しないからです。歌というのは筋トレと全く一緒です。もし筋トレだったら高負荷なトレーニングをして筋繊維を傷つけた後というのは、超回復といって傷つけた筋繊維を回復させる時間というのが必要になってきます。これは歌も全く一緒なんですね。もちろん声帯というのは筋肉ではないので、声帯自体を鍛えることというのはできないんですが、声帯を支える筋肉、体全体の筋肉を鍛えることというのはできるので、それらの筋肉を超回復させる必要が当然出てきます。そして声帯は歌うと必ず疲労します。声帯が充血して細かい傷がたくさんできてしまうんですね。で、そういった充血とか傷とかを回復させるための期間というものが必ず必要になってくるんです。最低でも3、4日連続して練習してしまったら、1日は全く歌わないとか大きな声を出さないことで声帯を休息させて回復させる時間というものが必ず必要になってきます。以上、毎日歌の練習をしたらダメな理由トップ3でした。ではですね、歌の練習をしない日はじゃあどんなことをしたらいいんだろうかということに関してなんですが、大きく5つに分けてご紹介していこうと思います。まず1つ目なんですが、自分が歌う曲の研究をするということです。自分が歌う曲はどんな曲なんだろうか、よく、楽譜だったら楽譜を見ればいいし、耳コピだったらよく聞いて楽曲を分析するという時間が必要ですよね。あとは自分がどんな風に歌いたいのか、そういった構想を練る時間も必要です。ここのサビのところはこんな風に盛り上げていこうかなとか、ここの歌詞の部分は自分のあの時の体験を思い出して歌っていこうかなとか、そういう風に構想を練るということですね。あとは英語の歌であれば、その言語をしっかりと分析するというのも必要になってきます。なぜここではこの単語が使われているんだろうか、なぜここではこの文法が使われているんだろうか、そういった細かい部分まで考えることで楽曲を作った人の気持ちになることができます。もし日本語の歌だったとしても同じです。どうしてこの単語を使ったんだろうかとか、どうしてこの表現を使ってるんだろうかとか、そういった言葉の細かい部分まで分析をすることがとても大切になってきます。続いて2つ目、偉大なアーティストの分析をするということです。自分が尊敬しているアーティストはなぜ感動的なのか、なぜすごいのか、なぜ売れているのか、そういった部分をただ聞いて、うわーすごいな、かっこいいな、うわー素敵だなって思うだけじゃなくて、なぜ素敵なのか、なぜかっこいいのか、そういう部分までちゃんと分析していくっていうことがとても大切です。
続いて3つ目、歌以外の様々な体験をしましょう。これは一見歌とは全然関係ないじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、結局人を感動させる歌を歌うためには人間力というものがとても重要になってきます。そのためにはたくさん映画を見るでもいいですし、本を読むでもいいですし、美術鑑賞するでもいいですし、そういった歌以外の芸術に触れて感受性を豊かにするとか、あるいはですね、ちょっと直接は関係ないかもしれないけれども、いっぱい恋愛をして、失恋をしたり、分かる恋愛が成功してもいいですけども、そういった人生経験の中で、豊かな感受性を育んでいく時間、これが人の心を動かす歌を歌う上でとても大切になってきます。ですので、歌以外の体験なんて歌には全然関係ないじゃないか。確かにね、そう思われる気持ちもよくわかるんですが、意外なところで自分の表現の引き出しになってきますので、ぜひ様々な体験をしてみてください。続いて5番目、ボイストレーニングを受けましょう。先ほど言っていたのは自分一人だけで練習をする時間のことです。ボイストレーニングというのは、しっかりと先生がいて、その人の悪いところというのをその場で直してくれますから、変な癖がつくこともないですし、あとはもし声帯に疲労が溜まっていたら、ちゃんと実力のある先生だったら、じゃあ一旦休憩をしましょうとか、あなたの歌い方はこういう意味で声帯に疲労が溜まりやすいので、もっとこういう歌い方に変えましょうとか、その場でちゃんと直してくれるので、たった一人でコツコツと自己流で練習をするよりははるかに効率的な時間になりますので、むしろ何日も何日も自己流で練習をし続けてしまうよりは、たった1日でもボイストレーニングを受けることの方がよほど有意義だと私は思います。さあ、いかがだったでしょうか。きっとこの動画のタイトルに違和感を覚えたあなたはものすごく真面目な方だと思います。実はこの私もバカがつくほどの超真面目人間だったので、あなたの気持ちはよくわかります。毎日練習をすることは当たり前でしたし、1日 4,5 時間練習してしまうという日もザラでした。じゃあその結果どうなったのかというと、声帯を何度も壊しかけてしまいましたし、あとは歌なんでこれ楽しかったのか自分で自分がわからなくなってしまうこと、そういったことも多々あったんですね。そういった自分自身の経験から今お話をしています。真面目なことというのはとても素晴らしいことなんですが、真面目に視野を狭くして目の前の課題だけに集中をするということが問題解決の最短ルートとは限らないんですね。様々な遠回りをした結果、素晴らしい結果を生むということが意外と多かったりしますので、ぜひね、真面目に毎日毎日練習をし続けるのではなくて、様々な視野を広げるとか休むとかね、そういった時間に当ててみることが意外と歌の上達には必要だったりします。でもそんな真面目なあなたは必ず歌が上手くなっていきますから、頑張っていただけたらと思います。それでは今日の復習です。歌を毎日練習してはダメな理由第3位、ただ歌っているだけだから。第2位、スランプに陥りやすいから。第1位、声帯が回復できないからでした。このチャンネルでは歌が上手くなるための方法というものをお伝えしていきますので、もしこの動画が面白かった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。高評価、ライクボタン、コメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。